こんにちは、ギタープラネットハイエンドフロアの松本です。今日もこの時間がやってまいりました。感の良いお客様はお別れですよね。開けていきましょう。はい、オープン。おし、かっこいい。はい、ちょっとね、独特な見た目ですけどね。はい、ジェームス・タイラー・ジャパン、スタジオエリート HD。 これはまあみんな大好きなブルーバーストカラーですけれども、まあ、キルトトップなどが多いんですけれども、これは今回はね、アッシュのソリッドボディになっておりますので、まあこういうちょっと独特なルックスになってますね。ちょっとトム・アンダーソンっぽいかもしれないですね。うん、かっこいい。なぜゴールドパーツなのか、それはかっこいいからです。重さはだいたい 3.4 キロぐらいですかね。うん、程よいウェイトです。はい、これもネックが太い、太いですね。スタンダード極級ネックになっております。スペックを見ていきましょう。はい、ジェームス・タイラーギタージャパン、ボディがスワンプアッシュですね。でトップ材は貼っておりませんので、こっちはクーラーになっております。ネックはクォーターソンメープル、シバンガイーストインディアンローズットですね。ネックに特に記載はないですけれども、こちらの個体はスタンダード59、太めのネックシェイプを採用しております。ピックアップの方が HSH、 フロントからレトロ JTS5500、 リアがスーパーチャージドスチュードベイカーになっておりますね。ちょっと普通のスーパーよりも少しこう食いつきが良くて、バイオンの豊かなピックアップになっております。でコントロールの方はマスターボリューム、マスターとミッドブーストプリアンプ、バイパスボタンがついております。でオプションとしてですね、こちらハムバッカースプリット搭載しておりますので、3シングルモードと HSH モードを切り替えてお使いいただける汎用性も獲得しております。はい、こちらの個体はですね、まあ、ちょっとブルーバースト結構人気なカラーですけれども、まあ、トップ材を貼らないでスワンプアッシュボディで頼んでみたよっていう個体になりますね。で指板とかはこちら、ローズウッドにターコイズインレイを入れておりますので、まあ、全体としてこうちょっと青で統一された、なかなかかっこいいルックスに仕上がっております。本日から店頭展示は開始いたしますが、ネットに乗るのはおそらく明日以降になっちゃうと思います。もし気になるお客様いらっしゃいましたら、お問い合わせの方お待ちしております。よろしくお願いいたします。